い、どうもピオキンです。今日はですね、トロールコースやっていきますか。で、今日はね、どのトロールコースにしようかなと思ってネタをね、結構探してたんですけど、そのネタを探す時にね、ちょっと思いついたことがあって、このキングブリングっていう方いるじゃん。もうこの人はね、マジでトロールコースを作る天才。まあ過去にね、動画を何件か上げてると思うんですけど、この人マジでトロールコース作る天才なんですよ。でね、何を思いついたのかっていうと、この人がいいねをしたコースで、トロールコースがあれば、それはもう天才が認めたトロールコースっていうことなんじゃないんですかね。いや、これ面白そうなんで、ちょっとね、探していきましょう。で、上から4つ目になんか面白そうなのがありました。トロールコースター、ん?トローラーコースターかな。クリア率は 0.75。 うわ、結構むずけえね、これ。アメリカの方だね。やっぱ海外の方っていうか、アメリカの方、トロールコース多いと思うんですけど、それじゃあやっていきますか。天才が認めたコースだね。もう恋でやめてくんない？いきなりピーが降ってきて、これ押すか押さないか悩むじゃん。これ押すしかないやん、絶対。押して、来ると思うんですよ、ブラパが。なんで、走って押します。こっから走っていきます。走って、押して、このまんまこっち。ほら、来た。え?ほら、合ってた、合ってた、合ってた。これは、いや、即死は免れたね。っていうか、これトロールなのか、これは。これはトロールだ。ここはブラパが出るから、上に避けよっか。上に避けます。いや、ちょっと待って、ここアイテムあるんじゃない？多分アイテムあるくさいよね。分かった、多分あの息アップキノコがあるじゃん、あれアイテムだね。このまんま右に行っていい。上まで来んのか。え、じゃあ左に逃げよっか。左に逃げますね。そのまま右にダッシュして、早く取る、早く取って、ジャンプ、オッケー。これでいいでしょう。やっと来た感じだね。ここまでに僕結構時間かかっちゃってるんですけど、5分ぐらいもう経ってるんですけどね、もうどん兵衛出来上がるよ。じゃあこれはアイテム取るね。まずアイテム取って一旦右に行く。うわ、行けねえか。これ乗れるの？あ、乗れる、オッケー。で、このまま、いや、大丈夫。じゃあそこ。じゃあここ右に逃げるね。バネで上に行って右に逃げる。ここに逃げたら大丈夫。やべえ。楽しい、楽しいと思う僕はド M なのかどうなんでしょう。皆さん、そこんとこお願いします。それじゃあここ真ん中ら辺に寄っておきます。多分これで避けれる。で、鉄球来るでしょう。オッケー。ちょっと待って、これはどうすればいいんでしょうか。あ、右めっちゃ気になんない？このパウ持てなかった？持ってみるね。ちょっと鉄球出すの早すぎでしょ、準備良すぎ。それじゃあここね、左にあのツタが出るからね、ちょっと右のパウブロック持ったらちょっとやばいんで、もうガボンが準備してるんでね。このまま右行こうか。うわ、これ怖え、マジで。ドアでいいの？うわ、ドアしかないもんね。ドア行ってみる。うわ、こっち行って、入ってすぐジャンプします。入ってすぐジャンプ。そんな都合よく針ある？あの花ちゃんに乗って、右上にスタが見えると思うんですけど、そこに乗る。ちょっ。それはずるいよ。それじゃあここなんですけど、花ちゃんに乗ったトゲゾウを持っちゃうからね、トゲゾウを捨てて行こう。はい、オッケー。多分これでいい。ちょっと待って、こっちは違うの？あ、下なのかな。あ、下でいいっぽいね。あ、わかった、下で、あのトゲゾウ多分かぶるんばい。そういえばさ、今もちょっと方言出ちゃったんですけど、あの福岡出身なんでね、まあ、方言っていうのが結構出ちゃうんですよ。まあその方言がね、結構好きみたいな方がね、たくさんいらっしゃるみたいで。まあ僕的には標準語をね、喋りたいんですけど、なかなかうまくいかないんですよね。で、ここは多分かぶると思う。このまま右行くね。一旦持って右行く。そしてこれかぶるんじゃない？そしてこのまんま右に進んで成功じゃない。絶対成功じゃない。ここ多分ここであれでしょ、トゲゾウ投げて当てる感じでしょ、このハテナブロックに。もうやめてください。このコースあれだよ、絶対ゴール前に罠が待ち受けてるパターンのコースだよ。絶対こういう人普通にゴールさせてくれないと思う。あれ、右に投げていいのかな。投げてみるね。あ、キノコ来た。うわっ。ちょっと待ってくれ、なんだあの速さは。まさかあんな超スピードでトゲゾウが迫ってくるとは思わない。はい、オッケー。このまま右行って、オッケー、進めるね。うわー、このまま右行こう。
そして次はどんな罠が待ち受けてるんでしょうか。これは乗らないで行こう。乗ったら多分罠だと思うんですけど、すごい乗りたい。どうしよう、乗ってみる。なんもね、なんかあるよなんかあるよっていう話なんですけど、あ、ここなんか絶対オンオフ変わると思ったんですけど、何も変わらんかったね。うわー、待って、危ねえ、あいつらは危ねえ。どこ行った、バカめ落ちやがったな。じゃあこのまま僕右行きます。え、あれ、さてここはじゃあ1回目にオンオフするでしょ、そして右に行く、でまた変わってるんですよね。でこれは左行ったら危ないんで OK で右に行く。多分今ので合ってる。あ、中間ポイントあるね。うわ、これオープンめっちゃ気になる。わ、だって分かっててもね気になるんですよ。だからトランで行きます。おかしいだろ。よっしゃ来た、あれあるよ、孔明が隠されてる、来た、よっしゃめちゃくちゃ嬉しい、この中間ポイント。いやほんと難しいんだよこのコース。でここでとりあえず1アップ取っておこうか。まあ何の意味もないけど、これはちょっと右1回何があるか気になるから行ってみていい？あ、さすがに何もないよね。で、履いて、ここは履く以外ない。そして、どうしようか。このキラーは1キャップを出してくれるだけでしょ。なんで、一旦ここでね、脱ぎ捨てよ。脱ぎ捨てて、OK! これでいいんじゃない？いや、これもうマジ分かったわ。ここで投げる。こう。これで大丈夫。そしてまたね、この甲羅が来るから吐く。で、右に行く。これだね。これが正解だね。完璧すぎ。うわ。うわ、めっちゃ悩ましい、これ。右に行くか、左に行くかだよね。とりあえず左行ってみようか。うわはい！これ多分あれだね。右の方に逃げる。オッケー。そして左に行く。なんでだ？よし。それじゃあもう一回。ここ右に行くでしょ。そしてもう一回右に行く。ここに行こっか。 OK、 ここ何の意味もなかったのかな。一旦左、何もない。あ、ここ何の意味もないの。じゃあパワーブロック踏んだらダメと思うんですよね。あ、多分パワーブロック踏んでも雲かなんかある感じでしょ。何もねえの。え、マジわかんねえこれ。ちょっと P 投げてみていい、どうなるか。あ、なんか押せる押せる、ほら。あ、 P でこういう感じで行くの。あ、これ新しすぎでしょこれ。多分ね、この P で押し、どんどん押せみたいな感じでしょ。オッケー来た。そして、あ、また来たね。こいつも押す感じでしょ。おい、そっち来んの。ここでもうパン押すしかなくね。押してみていい。押したら、あ、来た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 。なんだその罠のパーティー。左上のこの辺が安全と思う。確かそうだった。ほらほらほら。で、一時待っておこう。全部来るまで待っておきます。落ち着きを。落ち着きを。噛みました。で、このまま右でドアに入るのが正解だと思うんですよね。多分これで正解なんじゃない？やべえ！これはやべえ！どうしよう。大丈夫。左向いたままジャンプしようか。なんか照れさきそうだもん。おい、うわ、どっちにしろ来る。さて、ここはもうオンオフした瞬間ね、右に走るしかねえ。そしてジャンプ。なんなんだ、引っかかりすぎでしょ。こんなに引っかかるか普通。それじゃね、ここ右にさ、スターとかあったんですけど、あのスターとか多分罠だと思うんですよね。なんで一旦ここで、よし、多分ここで、うわ、よくねえ、やべえ。ちょっと待って、いや、スター取ったら罠だと思うんですよね。このバネに上がって、いや待って、いや、ちょ、いや、これしかねえ、もうこれしかなかったんだみんな。もうどうする。あ、いや、当たってる当たってる。こっち正解パターンでしょ。来た来たよ。で、このまま右、よっしゃ。いや、絶対やられたなこれは。なるほどね、テレサが鍵持ってんのかな。あの一匹か、あの一匹のテレサが持ってる感じかな。ちょっと待って、これどうやってやられんの。はい、シャイニングスターの出番だぜ。
取ってからのこのねテレサたちを倒さないといけない。でもう一匹、おっしゃ来た、これです、鍵ゲット来た。うわどうなんだろう、2個目のチェックポイントそろそろ欲しいんですけど、これはまあ一旦右に避けるね。あこれ投げるんじゃない、多分そうだと思う。この辺に行っても何もないんで、投げて爆発させる感じ。え、どういうことですかこれ。もう投げたらダメってことはこの辺でどうかするしかないと思う。あ、来た来た、あーとか言われたけど、これ大丈夫でしょ、降りましょう。うわどうしよう、あこれあれか、かぶってるからいいのか、かぶってってメットを脱ぎ捨てていけってこと、ここは。なんでここはですね、メットかぶって右のでかいボム兵に一回当てるでしょ。おい、オッケー。そしてここでね、もう一回自滅して、自滅っていうかベッドを脱ぎ捨てて下に降りる。来た、これで大丈夫と思うんですよ。よっしゃもうゴールあっていいよ、もうそろそろゴールこの辺でない。なんだこれは、どうすりゃいいんだこれ乗るよ一回。うわ乗ってもなんもないのか、右に行ってみていい。うわなんもないね、これもバネ取るしかなくない。ねえ今ジャンプしてもやられただけだからね、バネ取ります。はい、なんで2個あんのよこれ何個あんの。とりあえず置いておいて、ここのバネ取っていい、いくよ、はい何個あんだよここにバネがどうすりゃいいんだってこれ。あ来た、これバネ持っていこっか、バネ持っていきます、多分必要になってくるよ。バネいらねえなんでここバネね4つぐらいあったっけ、5つか、全部捨てるね。はなるほど、そっちにもやったらいけないのか、いやよく作られてんなこれ。よしよしよし、でここでバネ置いてドアに入ろう。オッケーオッケー、うわこれはそっか、さっきこれで P 押してしまったのかね。でこのまま上に行こうか、入ったままでいいかな、この神の甲羅。ちょっと P を踏まなきゃいけないんじゃないんですかねこれP 踏んで神の甲羅でジャンプしてここまで来いみたいな、そういう感じじゃないんですかねこれ。ここは P 押した瞬間ジャンプ、多分これでいけると思うんですよね、っていうかこれ以外ないね。で上に行けば、いや下か、下に行こう、下に行って、オッケー、中間取れる、やったよっしゃ2個目でしょ、長かったね。ここまでで何分、30分ぐらいかかってると思うんですけど、これ取らせて取らせて、もうなんでいつもこうなんだよ。いや大丈夫、まだ左のがあるからね、これ取れるよ。まあまあ言ってもね、もうここからなんですよ、もう中間取ってるからね、もう中間取れば勝ちだね。でここで息アップにそんな祭らなくてもよくねえかたかが息アップだぜ。でこのまま走って下に行くでしょ、で上にジャンプするしかないもんね。これはどうしよう、これこのまま右こっち行く、オッケー、おおビビったー今、これはこっちで合ってるっぽいね。あなんかこの3回目中間ポイント取ってからは調子よくこっちまで来れてる気がするんですけど、ここは多分入っていいと思うんですよね、入って爆弾が来るんじゃないかな、こっちに。下行ったら多分罠だと思うんですよ、なんで下行きます、罠だと思う方が多分大丈夫なんだこの引っかかり方は、うますぎだろじゃあこれ多分一回当たってもいいんじゃない、一回当たってもいいから、こう右に行く、多分ね当たらなきゃいけないんじゃない、ほらほらほら、でこの葉っぱ取るでしょ、葉っぱ取ってからのここで尻尾を出してすぐ左に行こう、はい、うわなんもないの、うわ来た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 、いや大丈夫、オッケー見抜きました、でここも左、うわこっちなんもないのかな、オッケー、よし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 、うわ怖え、ここマジででこれは右にやるしかないもんね、ごめんよボッスン、あボッスンじゃねえボム右に行ってくれ、何やってんのよ、違うんだって
踏まなきゃいけないの？っていうかね、いつもトロールコースするときさ、サムネにめっちゃ悩むんだよね。いつものことなんですけど、まあバトルもそうなんですけどね、サムネとタイトルにめっちゃ悩むんですけど、今日は何にしようかなみたいな、なんかいいと思う？天才が認めた騙しコースみたいな、まあそんなんでいいかなって思うんですけどね、結構適当なんですよ僕。じゃあここを一回踏んで多分何もしたらダメだね。届く、オッケー、届いた。でここもね、尻尾出して左に逃げよう、尻尾出して左に逃げます。よっしゃよっしゃじゃねえんだって。じゃあここを尻尾出した瞬間ドアに入る、多分これでいけるはず。もうそろそろゴールありそうな予感しない？でこれ上から行こっかな。うん、上から行こう。うわ、なんか今めっちゃビビったけど、これ上からで多分大丈夫だよね。飛びせかけて下から行きます。うははははなんで罠って思った方に行ったら罠なんじゃないの？何言ってんの。じゃあこれは上行きましょう。こっちで多分合ってるね。うわ、あいつあれか、自決用か。でここはもうそんなん来ると思った。え、待って、これどうにかできないね、どうにかできない、バネね、バネ、この左上のこれにかけるしかね、行ってくれお前か。これ多分すぐ行かないけん。あ、土管なんだ。なにこれ、なんですかこれは。多分嘘。え、スタート、いや多分ゴールまで連れてってくれるはず。多分そういうチョロプーでしょう、この子は。いい子だと思う。これ面白すぎない？このままゴールしてくれたら面白すぎない？頑張ってくれ。いや、いけるよチョロプー、あなたならいける。そしてスターを取ってレッツゴー。なんだこれは。うわ、今日ここサムネにしよう。めっちゃ面白いねこれ。絶対このままゴールまで連れてってくれると思うんだよね。ちょっとゆっくり見てっていい？これ、うわ頑張って。てかあれだね、僕が来た道をまた行ってんだね、多分そんな感じでしょ。僕が来た道をずっと行ってるみたいな。ほらほらほら、これ全部繋がってたんだ。わ、すげえこれ。あ、で右にゴール、あ、来た。ありがとう。おなんでだよ。これもう一回土管に入っていくわ。土管に入ってってからのこうなってていいと思うんですよね。最後多分 A 連打かなんかしたらいけるんじゃない？僕最後ね、あのコントローラー触ってなかったんですよ。だからガチャコンしたらゴールできるかもしれないんで、ちょっとゴールまで行きますね。ここ多分ガチャコンしたらいけるはず。オッケー。いやこれでしょ。いやこれはでもめちゃくちゃ面白かったね。いやー、いいねをせざるを得ませんねこのコース。やっぱり天才が認めたコースはね、天才的なコースでしたね。それじゃあ今度からもですね、あのキングブリングがいいねをしたコースをですね、引っ張ってやっていきたいと思います。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。